下目の駅は、島根県雲南市大東町岳野にある、西日本旅客鉄道木月線の駅である。愛称は、堂々。ホームビンゴ落ち合い方面に向かって、左側に短式ホーム一面一線を持つ、地上駅。かつては、島式ホーム一面二線であったが、駅舎寄りの一線は撤去された。木月鉄道部管理の簡易宅駅であり、地元、下目の地区の住民グループ、 花ももステーションが駅を管理している。駅舎とホームの間にある線路の跡地を畑として利用し、駅中農園として野菜を栽培している。ポスター松等の設置はなく、常備券を発見している。ただし、切符が買えない場合は、駅内にある黒電話で上田商店に電話して購入することもできる。東西に伸びるく川の細い谷に位置する。駅はく川の南岸に置かれ。 対岸を県道45号が走っている。駅と県道45号との間を結ぶ、県道216号は、下久野橋で久野川を渡っている。県道216号の合流点付近の県道45号上に、雲南市民バスの支度の駅前橋停が置かれ、あよう、久野線のバスが発着する。近年の1日平均乗車人員は、以下の通り。なお、 1994年度は35人、1984年度は43人だった。ありがとうございます。